ここに誰かが来るなんて、私は、初音ミク。君の名前は？君の世界のことは、ここは世界たくさんの思いが集まって、そしてたくさんの世界、世界はね、思いから生まれる不思議な場所なんだよ。私はここでそれぞれの世界から歌が生まれるのを見守る。世界で思いの持ち主が、本当の歌は強い思いでできてる。だから、世界の私たちも本当の思いを、そうだよね。でもね、みんなもちろん、ねえ、私と一緒に歌ってみない？きっと歌が、さあ、君の思いを教えて。君はみんなの思いを、そして世界、私と一緒だね。だからこの場所にも来られたのね。ちょうど音が君にも聞こえる？
しい世界が生まれたみたい。ここから先は私も君も、でもきっと思いの持ち主たちは世界の私たちの敵。ふふさあ新しい歌に、はい、お母さんのオルゴールが好きだった。体が弱いお母さんのためにお父さんが曲を作ってプレゼントしたオルゴール。作曲家のお父さんが作る曲は優しくて温かくて、聴くと幸せな気持ちになれた。いつか私もお父さんみたいな曲を作りたいって思ってた。でも、お父さんはもう曲を作れない。私のせいで作れなくなった。お父さん、私の曲が、お父さん、私が、私の曲が誰かを、私は誰かを幸せにできる曲、どんな人でも作らなくちゃ。私は作り続け、違う、これじゃない。この音、上着はこれでいいはず。DM？ ユキから？今、新曲の歌詞を送ったよ。ありがとう。K、ずっと寝てないみたいだけど、大丈夫？うん。でも。今日はね、みんな顔も本名も知らないけど、みんな、一緒に作品を。そっか。だけど、K はいつも遅くまで作業してるん。うん。私は曲を作り続けなきゃいけない。誰かを幸せにできる曲を作れない。え？モニターが急に光って。何このファイル、アンタイトル。え？何？私、部屋にいた。ここは世界だよ、奏。私は、ミク。ミク？ミク、でも、ミクとこんな風に話せるわけ。奏。私は、あん。世界。そう。ここは、私は、あの。あの子。そう。あの子が、本当の思いを見つけたときでも、このままだと、だから奏で。私が、助ける。今は、わからなくてもだから、助けてあげて。ちょっと待って、何を言ってるのか、本当に。もう、時間救ってあげて。私、いつの間に寝ちゃってたんだ。ダメだ、全然思い出せない。そうだ、K、寝落ちしちゃったかな。ゆっくり休んでね。だいぶ前に送られてきてる。そんなに寝ちゃってたんだ。睡眠不足かな。私は作りつつ誰かを救え。
く早く仕上げてアップしなくちゃ。この間 CD 出してるミュージシャンがこの近くの、あ、それってビビッ、そうなんだ。もともと路上ライブ出身らしいから原点に帰ってみたく。原点に帰る、私たちにとっては。あ、そうだね。イルミネーションってすごく映えるから自撮りがはかどっちゃうな。Bye.
シンセサイザー君の胸の奥までトモピアなメロディ奏でるよ。私は作業の踊りだ。注目されちゃってる。はいはい、よかったね。でしょ。僕たちなら楽勝だよね。食べてポカMama, 君をそばで遊ぶなら、必死で咲いた君の色気なら。
ちょっと逆に調子狂うでしょ。うん、いい音ずっと聞いていたいよね。このままラストまで。油断してると足元使われる。ちょっと休憩。ダメダメ、まだこれからだよ。僕もフルスロットルで頑張っちゃおうかな。私は見てるから頑張って。されちゃってる。はいはい、よかったね。音がたくさん響いて胸の奥がなんか変。楽しいっていう気持ちだと思う。部屋で撮るだけじゃこの空気は味わえないね。そうだね。あれ奏で楽しんでいこう。私は作業に戻りたい。みんな、なかなか良かったじゃん。これでいいでしょ。その言い方どうにかなんない？僕もフルスロットルで頑張っちゃおうかな。私は見てるから頑張って。
油断してると足元すくわれるよ。寒暖差はパソコンとかに悪いからエアコンは一年中動かしてる。イルヤが飛んでいく音、季節の変化と一緒に少しだけ変わる。ここからは任せたよ、M 君。はい、行くよ、フルパワーバトル。君のような人になりたいな。すごくいい。いいね、僕も乗ってきたよ。ドリブにもいい対応だ。いいんじゃない。どうだね。
意しなくては。音も歌も気持ちよく響いて
乾燥してきた。寝ぐす。エアコンつけてると乾燥するな。奏では大丈夫かな。大鳥さんは寒くても元気だね。でも廊下は走っちゃダメだよ。
次につなげないと。
ってすごくば…エアコンつけてると乾燥するな。奏では大丈夫かな。目が乾燥し…イルミネーションってすごく映えるから自撮りが…寒いし…気づいてんでしょ、わかってんでしょ、またの始まりに逃げ込んで、ラブライトは無駄を放り込んで、生活のり終わりを超えて、いらないよ、ダダダダしよう、過去未来に新鮮さえた君を、キラキラ僕の黒キラキラ元気を教えて、過去未来いつかに終わりを超えて、ずっとパーティーの過去このキラキラ受けされてく偉人な価値、そんなもの